はい、じゃあ今日もリクエストに答えていきます。ちょっとコメントで埋もれているのでちょっと忘れてるのもあるかもしれないんで、何回でもいいんでじゃんじゃんリクエストください。ラード入れましたけど普通の油でもいいです。入れるものはこれです。人参、ナス、ピーマン、野菜チャーハン、ね、子供でも食べれるようなチャーハンありますかって答えたんで、あ、でもピーマンがとか人参が嫌いなお子さんは食べれない。お酒と醤油を混ぜたら、人参とナスとピーマンはあらかじめもう炒めておいたんで、これの方が水分も出にくいしチャーハンがパラッと仕上がるね。